公式にウィンディちゃんをネタキャラ扱いしていることがバレていた件に対するみんなの反応。ウィンディちゃんをネタキャラ扱いしてるのバレてたのだ？あっちの世界でもわははしてるのか。ウィンディちゃん賢さトレイランダラ弁、今日、ってブリーチみたいなこと言っててくさ。ウィンディちゃんの育成面白いわ。ウィンディちゃん1話の登場からいきなり可愛いやんけ。南部杯の霊が足りないので覚醒できない。霊集めとか今さらやりたくないな。サクポでもらえなかったっけ？あったった、あと15枚頑張れ。こと実装初期にそれだったから、それから頑張って今回からやっと使えるわ。南部杯霊とか二次停鉄とか枯渇してる人多すぎだな。南部進捗好きだからそこそこあった。そこそこ、地元民子は。そこそことは、お前ウィンディちゃんのことネットでバカにしたのだ？お許しくださいませ、ウィンディちゃん様、どうか、どうかお慈悲を。ウィンディちゃんやゴルシみたいに明らかにふざけた娘ではなく、本人は大真面目なのにネットでネタキャラ扱いされてるのは誰かな。全く困った方たちですわ。また完食してる、今日の夕食は人参抜きサラダな。私は大真面目なのに成田にされたり桜にされたり風評被害がひどいねー。それは風評だけど、それ抜きにしてトレーナーを七色に発光させるやつは普通にネタキャラなのよ。あの人執着なんて言ったことないんですー。ウィンディちゃん登場と、あとついでにリコちゃんは怒っていいと思う。大丈夫だウィンディちゃん、みんなネタキャラみたいなもんだから。逆にインターネットでネタキャラ扱いされてない馬娘誰だよ。情報が少なくて半分神格化してる CB とか。不謹慎だからって自重しないでもっと KS ミラクルをネタにしてほしいの。尾行かな、純粋すぎてネタキャラにしづらい。育成中は某ヒーローとの熱いライバル対決レース展開なのに、ビコペ差し置いて毎回背後でジュルリラしてる変態には変な笑いしか出ない。ウィンディちゃんの天敵デジタン。デジタン演じているとき、本当に楽しそうだわ。デジタン、ウィンディちゃんより背が低いのね、ジュルリラ。ウィンディちゃんのことをネタにしてるやつなんている？いねえよなぁ。そんなひどいインターネットがあるとか許さねえよなぁ。向こうでもわははでポワワのウィンディちゃん障子なんか。お嬢様だったんすね、わはは。シナリオ中のネット民の解像度が高すぎて読むのが辛くなってくるの困るわ。この世界はおかしいのだ。バカにはしてません。無理な発注かけてるだけです。早く納品してください。ウィンディちゃんのシナリオ、北斗ベガ、アブクマポーロ、名声オペラの匂わせが来てるな。匂わせで来たことないからなぁ。ラモーヌは曲で名前出てきたけど。マヤノのシナリオで一切触れられなかったローレルは来たし、一切匂わせない方が来やすい感じはあるよな。今、ウィンディちゃんのことを笑ったか？俺も笑ってもらおう。地獄兄弟なのだ。むしろネタにされないのはキャラとしてどうなん？まあリアルウィンディがネタ馬だったからね。個性的だからこそ記憶に残っている。なんてやつなのだ、一体どこの誰なのだ。お前じゃい。世の中には、ひどい奴らがいるのだ。それはそうと納品はまだもん。ネタキャラで人気を集めて、ここぞという時に決めればギャップも相まって一頃よ。こんな険しい表情で自分をネタにしてるネットの書き込み見てるとか面白すぎるやろ。デジタン、馬読んだとウィンディちゃんの天敵だったし、この前のハロウィンイベントでも共演してたし、何かと縁があるね。世間知らずすぎるよね。後頭部であれとは。これ実馬も当時ネタ扱いされてたのか、馬娘界隈のことなのか、どっちなんだ。実馬でネタ扱いされる馬なんてマジでレア中のレアだぞ。走りながら噛みつきに行く馬はさすがに。隣の馬噛みに行って負けるを2回もやった時点で完全にネタ馬扱いやぞ。岡部くんが真面目に走れば勝ててたのに楽をして勝とうとしているって呆れてたな。てっきり小さくて少々機関棒なところのある素朴なキャラかと思ってたが、社長令嬢な上にスマルベな勝負服で登場とは。とつったウィンディちゃんでちゃんみ優勝で許してやるのだ。かわいい。お母さんって呼ぶのか。磨きすぎてまた歯医者行くことになるぞ。ウィンディちゃん甘やかしたい。
いいところのお嬢さんだったのはびっくりだよ。お嬢様だったの。新興産業の社長令嬢。待って、こんな可愛いなんて聞いてない。いい子じゃん。アムアムは間が見してきたりして可愛い。何してるの？ゴール後にテンション上がって噛み癖が。甘噛みしてくるのいいよね。ザゼルみたいな服かっこいいのだぽわ。馬娘いいとこの子多すぎ、元ネタ的に仕方ないけど。オグリーなりは普通の家庭で玉と風神は貧乏なんだよね。元ネタもあるけど日本中のトレセン学園の頂点で異国の王族とか旧家の霊嬢とかが通うような格式の学校だからね。昨日間違えて食べた中辛カレーの痛みが翌日にも残るっていうくらい辛いもの苦手なウィンディちゃん。本当に後頭部なのか？バレンタインでも可愛いのだ、不覚なのだ。微妙に黒い最近急激に成長した企業の社長令嬢？無駄にいたずらに土木作業スキル使うのは実家由来だった？実家の力強い子多いんだな。貧乏馬娘って玉もくらい？玉は牧場の末路的に仕方がない。地方出身は普通家庭率高いね。アニメで牛丼食わせたのがわざとなのか偶然なのかは真偽がいると思うくらいセンシティブな風神。辛くて悲しいだけの原作の話はやめるの。なんならアイネスと比べたら生産者と再会できた玉はハッピーエンドまであるからな。貧乏というほどでもないがオペラ王は母親がパートに出てるくらいの家庭。オペラ王も最初クラシック登録してないから普通の家庭みたいな感じなのかな。生まれた牧場が家族経営の小さめなところなのを反映してるんだと思う。じゃあウィンディちゃん卒業するあたりで会社潰れるのか。馬主とか生産者のアレな話反映すると成田とか大気もアレな感じになるからやめろ。知らないのだ、ウィンディちゃんは石油王の子なのだ。人間のアスリートも実家が太いやつが強いのだ。馬主ネタ出しておきたい都合もあり、みんなそんな親の話するってなるゲーム。追加されるたびに実家の話聞けるの割と楽しみにしてる。なんとなくウィンディちゃんはお金ある家の子だろうなと予想したら当たってた。帝王はああ見えてお嬢様だったな。しかも成金じゃなくて旧家の娘らしい。両血統なんて大抵親も成功した馬なんだから繁栄させたらそうじゃない家庭の方がレアよね。大臣とかマキタンみたいに実家が手に合ってるパターンもあるな。林でブライアン姉妹の酒屋も多分中流家庭。トレーナーへの依存度が高いというかこいつ割と湿度高い。パールさんとよく絡む子は湿度が高いということか。ついに右下が埋まるのか。まずトレーナーいなきゃトレセン退学してやるから始まるから依存度は過去最高クラスかもしれない。こんなに可愛がられて無邪気に育ったこの実家が将来的に没落するって思うと不覚にもふふ。その後アラブの富豪に拾われて高級の世話役になるから幸せなのだ。元お嬢様が世間の荒波に揉まれてめちゃくちゃ苦労しつつ最終的には当て馬というポジションに落ち着くのいいよね。ウィンディちゃんの角のいたずらがウィンディちゃんからの見えない SOS だったなんて。頭ウィンディちゃんなわけじゃなくて知能は普通なのに情緒が育ってないタイプなんだなって。家ではみんないつも注目して褒めてくれたのにお外では全然褒めてくれないからせめていたずらって形でもいいから見てもらうのだ。現実の話はともかく馬娘では馬主ネタをどう落とし込むかを楽しめるので親の話はどんどんやってほしい。ネタ馬扱いされてるけど怪我引退してなきゃ多分もっと勝ってるタイプの子だよね。いやネタ扱いだったのは原作もその通りだったんだけどさ。精神年齢最下層な気がしてきたのだ。ウィンディちゃんは高2だ。絡みはなかったけどライスとウィンディちゃんは後頭部だと思えない双璧なのだ。当て馬ネタが広まりすぎてちゃんと守護馬やってたことを知らない人がそこそこいそうなのだ。ウィンディちゃん結局同質が不明だから信仰の中の誰かなんだろうな。信仰産地は信仰フォレストとキングが高松の宮取ってたり短距離にいいのが揃ってるイメージ。このままじゃ大人になって苦労とするからって突き放したら泣いたのだ。クリスマスには延々と甘噛みするのだ。手のかかる子ほど可愛いを体現したようなシナリオだった。それはそれとして周りの人に恵まれすぎている。馬娘の解説動画も上げてるので、
他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。